い。じゃあ、じゃ今日もやっていきたいと思います。もう8時間近くやってるんだね。クリスマスは日曜日やけど、もちろん放送するよねって。どうでしょう。 でも、どこかでしたいけどね、3連休があるから。あ、ドレス会参加者の人いた。じゃあ、見てくれてるんだ。はい。あ、登、あら？あら？登るよがお気に入りになってた？あれ？登るから流星になったと思ってたのに。カレフィと一緒にクリスマス放送って 誰が得するの、それ。ハロンさん、ここありがとうございます。じゃあ来週、あ、で、ありがとう。確か、なんだっけ、このタイムシフトを一応ね、録画して投稿してるけど、そしたら、流星さんを落とすには、なんだっけ、絵画教室に行かなきゃダメよっていう、久々のね、なんつうの、的確なコメントがあったから、そうなのね。絵画教室に行かなきゃダメなのね。あ、私もお茶菓子見ながらね、見る。あ、立ち見えの人もいらっしゃいませ。絵画、じゃあこれかしら。ね、じゃあ絵画教室に行きまーす。銀さんの誕生日ね。え、銀さんって銀玉の？じゃあこの日はカッツェで、絵画お休みで、はい、行きたいと思います。そう、流星、今んとこ流星さんにちょっと狙い定めたかなって。奈良さん、ここありがとうございます。なんで絵画？あ、スカイさん、くっちゃんさん、おいしいご飯さん、美里さん、ありがとうございます。お、宝くじが当たったわ。絵が好きなの、流星さん。まあ、絵も好きだし、いろいろ好きかな。いろいろ器用なところとかね。お、すごいね。あら、とうとう100万円になったわ。え、プラチナシャンパン入れれるじゃん。最初はね、なんか1万円とかから始まったのに、だんだん宝くじらしくなってきたね。で、みんなは温泉に行ってるのよね。人生ちょろすぎって。私今700万ぐらい持ってるんじゃない？あ、あざとくんからメール。また私に同伴のメール。なんだろう、温泉のお湯見える？写真を見る。温泉シーン送ってくれたのかしら。いや、またまちべさん、ここからありがとうございます。さあさん、ありがとうございます。だから、こういう写メじゃないんだって、私の求めてるのは。私が求めてるのは、みんなの姿が写ってる。 これあれじゃん、なんか知ってる人あんまりいないかもしんないけどね。そう、分かってる人いる。そう、あ、意外と分かってる人いるんだね。これどう見ても、アスカねえ、起きてよアスカ。行く。 最低だ俺っての。 ねえ。 どう見てもねえ、アスカで抜いちゃったシンジ君じゃんね。いやー、もっとみんなの裸が映ってるのにして。トメライバブパンパンさん、ありがとうございます。広告なんだか楽しそうって、写メだけでそう思うか。ライさん、青木さん、小牧さん、ミヤさん、ありがとうございます。マラクサオさん、ありがとうございます。いいな、温泉行きたいな。ハルさんもありがとうございます。学生時代が懐かしくなってきたかも。まあ、私は学生時代でも温泉なんて行ったことないですけどね。お、変身、裸も見たいな。そうね、21歳でこの年になるぞって、ちょっと喧嘩してるよね。え、21歳でこの年って、ねえ、ちょっと、あ、あら？はい、どうしたんですか？今、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。どうしたんですか？実はちょっと付き合っていただけないかと思いましてね。クラブカッチさん。 ありがとうございます、広告。あらあらあら、どこにかしら？え？行きたいところがあるんですよ。よかったら一緒にどうかなと。ねえ、じゃあ、ね、区役所に行きましょう。あ、流星さんの誕生日過ぎちゃってる？いいんですか？いいんですかも何も、俺が行きたいからラブホ誘っかてなっるんですて。けどね。いや、私も行きたい、しっぽりしたい。いや、もちろん行くわよ。お菓子プレゼントと会話で好感度80にする。あ、やっそぱりゃそうよいうかった。システムがやっぱあるんだよこれね。で振られたらどうしようかと思いましたよ。
毛の処理しなきゃ。いや、サッカー店から誘いをかけるっていうのは、サッカー店で服買ってもらうのかな。あと、あの五郎丸ポーズじゃありません、流星さんは。あ、流星さん9月22日なんだ。ええ、親父心は繊細なんです。あら、でも親父心って言うけど、いくつだったっけね、流星さん。でも私より年下っぽいけど。待ち合わせは駅前でいいですか。はい、どこでもいいですよ。あ、三塚さん、ここありがとうございます。楽しみにしてますよ。私もどこだろう。あ、ゴンギマリさん、スカイさん、ありがとうございます。広告どこだろう。いつもと違う場所だったらいいな。あ、なん、一番しょっぱいとこじゃん。時計買わされそうって。35くらい、30、あ、30なの。私より全然年下じゃん。あ、今日ってなんかイベントやってるみたいですね。そうですね。ん？ケーキバイキングか。何か取ってきましょうか。あら、私ケーキバイキングで50個の記録を持ってるんですけど。え、難しい。一緒に行きますの方が一緒に、すごい。そう、50個の記憶持ってんのよ。一緒に行きますの方がいいかな。マサクサさん、ありがとうございます、広告。ねえ、なんか、行ってくれるって言ってたから、私が行きますっていうのもあれだから、じゃあ一緒に行きましょう。あ、立ち見 B の人いらっしゃいませ。気にしないでいいですよ。好感度上がった上がった。いえいえ、ケーキバイキングって選ぶのも楽しみなんですもん。そう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 。そういうところは、確かにありますね。うん。じゃあ、一緒に行きましょうか。行きましょう。スイーツモンスターねって。あ、でもお金払うの主人公なんでしょって。そっか、同伴だから私が払うのかな。いつもいつも悪いですね。いいえ。ランキング、まあ流星さんが1位でしょ。あれ、あたしみびまきおさんいらっしゃいませ。え、あれあれ。レイさん、あれ、どうしてレイがねえ、翼が2位で、登るが3位。レイが落ち目になってる。え、なんでなんでなんでかしら。こちらへどうぞ。はい、登るが、いや、なんか、あ、なんかプレゼントしました。そしたらプレゼントしたら好感度上がるのかな。じゃあ、あ、絵画もじゃあプレゼントしなきゃダメなのね。じゃあとりあえず、じゃあバナナマフィンで。あなたのバナナが欲しいわってことで。ね、レイちゃんファン多いのにね。ああ、いいですよね。この素朴な感じ。たまに食べたくなるんですよ。ね、でも、なんかありがとうございます。レイちゃんかわいそうだ。本日のお会計はこちらになります。いつ作ったやつだってね。もう多分腐ってると思うんだけど。また連絡しますよ。あ、流星さんってモンブランが好きなの？私と同じじゃん。あら、レイさん、ここからありがとうございます。あの、23日丸ってなってなんだな。あ、マチさん、スカイさん、ここからありがとうございます。お、あ、あなたにご相談するのはこれで最後になりそうです。もう最後？え、あなたからのコンサル料、あなたからのコンサル料をいっぱい欲しいんだけど、これからも。もっと自分の見聞を広げるために武田寛流祭だっけ。ビジネスを広げる必要があると気づいたのです。はい、それもすべてあなたのおかげです。ね、私の急にね、貴重な収入源が。いいえ、正しい行動をするには明確な指針が必要です。おう、あなたの示した言葉は私のお店のために不可欠でした。斉田さんルートもあるの？え、この人ルートあるの？さて、どうやって口説くの？いつものように相談をさせてください。だってこの人にできることアドバイスしかないんだけど。はい、うちのお店も軌道に乗り始めて、うん、おかげさまで常連のお客様もつくようになりました。はい、ついてはその常連のお客様に何か喜ぶようなことをしたいのです。前回選択肢難しかったからね。喜ぶようなことって、トミエちゃん脱がないの？ストリップ放送でしょって。それはあのマッスル宮崎に任せてください。はい、
毎回お金をいっぱい使ってくれるお客様ばかりですので、うん、それに見合った何かをしたいのです。難しい相談ね。ピサのでもあなたなら答えられると信じていますよ。ピサの斜塔みたいな人ねって。まあ確かに常に斜めだけど。お金を使う常連のお客様どうしたら喜ぶんだろう。専用の送迎車を用意する。店内に専用シートを設ける。3かな、3なのかな。おこんばんは。でも3なんだ。なんだろう、まあ、1はさすがにないと思ったんだよね。なみどりももこさんありがとうございます。でも2ぐらいならあるかなって思ったんだけど3なんだ。あ、バナナマフィンさん、にゃむらさんありがとうございます。ゆきさんも、まあ、じゃあ3。専用のラベルシールですか。ずいぶん安上がりな気がしますが。私もなんかそう思った。なんか 2ならまだしも3だと安すぎないかなって。あー、なるほどなるほど。自分の名前がついたボトルをホストが飲むから独占欲が満たされる。なるほど、女というのは不思議ですね。ねえ、でもなんだろう、気持ちは、なんかホストに通ってたことがある人は気持ちわかるわってなるのかな。男が思いつかない発想をしたり、うん、時々は男とは違うところで感動したりする。うんうんうん。え、私の髪型がじわじわくる。キューピーちゃんみたいでしょ。私はあなたのことを知りたくなりましたよ。あらあらあら。アトムさんありがとうございます。ではまたお会いしましょう。はい。あ、またまた、じゃあこれからもコンサル料くれるのかしら。あとこれはさ、何月になったら終わっちゃうんだろうね。多分ときメモみたいに3年はないでしょ。23日は勝手に行くのよ。あ、ありがとうありがとう。ね、多分だけど3年間はないでしょ。あ、メール来てる、ありがとう。どこで、あ、3月で終わり。じゃあ誕生日1回逃したらもう終わりなんだね。あ、リュウセイさん、どう思います？トミルンさんに似合うかなって思ったんですけど。何？何何何？あとこの髪型は実況のたびにわざわざセットしてるの？いや、もうだいたい朝起きたらこれになってるかな。何？何？え？どういうこと？あ、空手の ATM。 インチキさんありがとうございます。え、どういうこと？え、ずら？サキチさんありがとうございます。え、どういうこと？ずら？あ、びっくりした。なんか私にウィッグを勧めて。あ、この髪型ね。一瞬私にこのズラを勧めてんのかと思った。トミちゃん今120キロです。あ、か、この髪型が似合うってことね。まあまあまあ、いや、いいんじゃないかしら。びっくりした。一瞬何のことかと思ったわ。じゃあ今日はプレゼント制作でももうできるのないか。じゃあゆっくりする。ちょっとゆっくりするってなんか意味あんのかな。体力とかないもんね、このゲーム。野田さん、ここありがとうございます。レディースアート姉ちゃん。あ、そういえば今度の土曜日は私の誕生日ね。何をして過ごそうかな。あら、今度の土曜日、あれ、私間違えて 10月26日にした。あれ。私の誕生日は11月26のはずなんだけど。あれ、間違えて。うん、カッチェに行きましょう。あー、カッチェ。あれ、なんで今度の土曜日が、あ、誕生日こ、あ、そっかそっか、 GS で癖ついたけど自分の誕生日に設定してないんだ。でも絵画かつて絵画。そうなんで決まってるなんで。てら、うわ、ムカつく、寺田心さんから来たわ。あと、マリさん、ここからありがとうございます。まつりさんかな。GS のしすぎねって。
はい、じゃあ、オッケー。なんで寺田心から、ねえ、嫌みたらしいなんか宣伝来たわ。でもなんで心くんってあんなに嫌われてるんだろう。確かにイラッとは来るけど。とみえちゃん、15分で2万3000円と稼ぐわねって。ねえ、ほんと。チケットいっぱいもらってもどうすることもできないんだけど。ありがとうございます。じゃあカッチェに行きましょう。私の誕生日よし。明らかに狙ってぶりっこしてるからでしょって。あ、そっかそっかそっか。いらっしゃいます。地球監査したらすごいわね。いつもありがとうございます。はい、来ましたわよ。ランキングどうなってんだろう。モナナさん、ここありがとうございます。いや、これ流星さん抜かされたりしないよね、急にね。まあいいわ。じゃあどうしましょう、指名する。あ、そりゃだって好きなね、流星さんを指名しなきゃ誕生日なんだから。シャンパン見たいね。少々待ホストに見継ぐ女の方さ、ここでしかって。そうでちゅよって。いや、でも私諏訪部さんの声ばっかり聞いてるな。いらっしゃいませ。おお、こんばんは。またいらしていただけて嬉しいです。いいえ。そっか、前回プラチナシャンパン入れたもんな。もしかして今日は何か特別な日ですか。そうよ、誕生日に予定がなくて。あ、でもそうよ ね、 ね、誕生日にホストクラブが来るってなかなかよね。どうなんだろう。あの、どうして今日特別な日だって思ったんですか。あなたのことなら何でも分かりますよ。あら。どうしたら、常森監視官が公安のデータベースにね、潜入したのかしら。え？と言いたいところですが、うん、種明かしをすると単純ですよ。なんで？なんとなく次にいらしてもらえる時期って分かるものなんですけど。はいはいはい。今日は思ったより早くいらしていただけたので。え、そういうことで分かるの。寂しいね、友達いないのって。最低指名回数 20? 全然足りないじゃんね。そうなんですか。誕生日に予定がないなんて寂しいですよね。寂しくなんかないですよ。お、そうでしょうか。ねえ、ここに来てくださったんですから。あら、寂しくなんかさせませんよ。いやー、嬉しいな。俺も嬉しいですよ。ほん、みんなにそう言ってるんですよ。特別な日に俺と会うことを選んでくれたってことですよね。そうよ。あと、え、何、下手こいたら管理さんエンドになっちゃうの。なかなか誕生日には足を運んでもらえないんですよ。まあそうよね。なんだろう、見え的にもなかなか誕生日には行かないわよね。それは皆さん用事があるからじゃん。そういう場合もあるでしょうけど。用事がなくても来てくれるとは限りませんからね。そうよね。今日は思い出に残る誕生日にしないといけませんね。うん、任せてください、うん、今までで一番楽しい誕生日にしますよ。アリーナから本心じゃないくせにって。すごい。立ち見 B アリーナ、はい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 。リクエストがあったら何でも言ってくださいね。もうぶち込んでほしいわ。そしたらん、ケーキなんてあるんですか。もちろん用意できますよ。あ、すごい。じゃあよろしくお願いします。どんなケーキがいいですか。あのゾネス会でみんなが食べてた、あの、そう、アマゾネス会でさ、出されたケーキがさ、私がプリントされてんのね。あ、ご気持ちありがとうございます。私がピンクの T シャツ着てこうやってなんかキスしてる顔がプリントされたケーキが用意されててびっくりしたわ。ぜひ見てない方は、あの、私のツイッターを見てください。どうやって注文したんだろう、あれ。そうですか。じゃあとびきり美味しいケーキをご用意しますね。はい。っていうか、あれ、あのケーキ、ケーキ屋さんに頼むとき困惑されなかったのかな。おいくら万円のケーキかなって。確かにね。確かにそうよね。一体このケーキおいくら万円なのかしら。はい。あら、ひいらぎさんからメールだわ。あら、こんばんは。ハロウィンイベントを30日に行います。トリックはトリートの合言葉です。はーい。あれ、誕生日特に何もなく終わったの。なんか特に誕生日何事もなく終わっちゃったのかしら。ああ、まこっち生久々だわ、いらっしゃいませ。特に何、あれ、特に何もなく終わったね。あ、永久指名してなかったからか。ああ、これしくじった。永久指名しとけばよかったんだ。
や悲しいわね悲しいわ、とても悲しいわ。私時をかける、いやでもね今から時をかけたらまたやり直しでしょ。ロード、まあいいわ次の集会楽しみしましょうって、次の集会もうやること前提なのねびっくりしたわ私次の週もやるんだってじゃあ一日はお休みして、あ、ヨハンの、あ、ヨハンの演奏日行きたいな。ちょっとヨハンの演奏日行きたいな。絵画でヨハンの演奏日にお休みで、あら、かっち休業日、へー、じゃあ絵画日曜日に休業なのねあ、お菓子の方がいい4波パク4波ではありません。あ、日曜日はお休みなんだ。カッチェに行く、よし、じゃあ4波の、4波じゃない、みんなが4波4波言うから4波って覚えちゃったわ。お、お、あら、いらっしゃいませ。はい、お菓子をどうぞ。そうだそうだ、ハロウィンだからちょっと違うんだ。あら、私何も仮装とかしてないのいいのかしら。まあ私は仮装する必要がないけどね。来ていただけただけで嬉しいですからね。うん、ありがとうございます。はーい、ホストクラブってやるのかな、こういうハロウィンイベント。ええ、でも俺はあなたに来てほしかったんですそれはさすがにみんなに言ってるでしょそんなに風に言われたら誤解しちゃうんです。あ、時をかけると皆さん、ここからありがとうございます。誤解じゃないんですけどね、流星さんだなはい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 ところで、その包みの中身ですけどね、うん、俺が焼いたクッキーなんですよ。本当カントリーマーム取り出して突っ込んだだけじゃないの、手作りなんですか。そんな驚いた顔してどうかしました。いや、クッキーまで作れるの。犬の絵がついたエプロンをしてる姿とか、うん、想像できませんか。かわいい、冗談ってことにしときましょうか。ねえ、それって本当のことです。さあ、どっち、出遅れたわ、いらっしゃいませ。冗談だとは思うけど、もしかして本当だったりして、流星さんって犬が好きだし。そうなのね。なんでもなんて大げさですよ。でもこれ流星さんが自動で出てくるってことは流星ルート入ってるよね。例えば、うん、そう言われるとパッと出てこないですね。あ、本屋さん、ここからありがとうございます。したら広告、設楽先輩が仕切って今やってるのはラストエスコートですよってね、設楽先輩の声も出てるけど、見た目は結構こだわったんですよ、うん、でも味は普通だと思いますけどね。あ、とっとと永久指名しなきゃね。いつやるんだろう永久指名。喜んでもらえると作った甲斐がありますね。うん、もちろんですよ。あ、すぐに食べてもいいですかって、私みたいな、ステラおばさんの手作りクッキー。甘い酒となら悪くないですよ。はい、カクテルとか。そうですね、カクテルに入ってるラムやアーマレットは。そうなんだ、お菓子作りにも使います。10月からできる。じゃあもうできる。あと5分、あと5分。ありがとうありがとうありがとう。早っ、もう3分の1忘れたの。じゃあ延長します。はい、 OK です、ありがとうございます。早いわね、相変わらずやってると。てか詳しい。このクッキーにもほんの少しラムが入ってるんですよ。料理のできる男ってやっぱいいわね。ラムベースは特におすすめです。うん、そもそもラムは砂糖。シャンパンとチョコレート希望ね。チョコレートがなんかウイスキーとかに合うって聞くよね。アーマレットはアーモンドやアンズのカッから作られてるんですよ小指にナットついてるって101回目のプロポーズじゃないんだからでも確かに言われてみればナットに見えるわごっついごついシルバーリングねあれ、小指にナットついてないってこのくらいは飲んでるうちに自然にそう、私も六角レンチ思い出したわ。トミエは料理できないわ、私みじんもできません。そうしましょうか。なんだか自然にオーダーに持っていく流れに上手だわカレピッピの餃子ひどかったよ。あれは本当ひどいよねボロボロだったね。おおお、320万も臨時収入があったんだ前。あ、マスヒロさん、ここからありがとうございます。いやー、なんかもう真面目に OL するとかバカらしくなってくるねあ、メール来てる。
メールを読む。あ、流星さんから来てたんだ。あらー、こんな素敵なメール来てたのに読んでなかった。ねえ、この仕事したいわ。もう3回ぐらいプロデュースしたら私の年収超えるじゃん。あ、斉田さんからのお礼だよって。すごいわね。てか早く永久指名がしたいんだけどな。こんな21歳嫌いねって。カレピッピと実況してって。だから誰が得するのそれ。誰も得しないわ。かつ休業日。じゃあ、で、じゃあまた、ヨハンの演奏日にお休みにして、絵画。よし。どうせ体も売ってるんでしょって。あ、主人公の服装が変わった。あら、サイトさんの、素晴らしい結果でしたよ。ですって、皆さん、あの名前入りラベルがいいんだ。専用ラベルシート券ですね。無事以上の収穫でした。全てにおいて完璧でした。立ち見 B、 この人苦手。アリーナ、メガネ折るぞ。ラベルシールはコストがかからないことは分かっていました、ただ予想外の結果が生まれたのです。でもあれかな、もともと特にね、いくら常連でも特に特別なことはしなかったけど、そういう状況だったらラベルシールだけでも十分やっぱ嬉しかったのかな。予想外の結果ですか。はい、ラベルシールのデザインを考える時間を大好きなホストと共有できる喜びや、そういうことね。お客様同士でラベルシールを交換し合って仲良く話をしたり。それはないんじゃない。お客様同士でラベルを交換し合って仲良く話をするなんてあるのかしら。なんかね、もうホストの世界なんてもうライバルね、もうライバル意識ギラギラで、なんか絶対仲良くしないわみたいな。従来のお店にはなかった新しいコミュニケーションが生まれたのです。客同士は多分牽制し合いよねって。私もそう思う。私もなんか牽制し合ってるような気がする。運も実力のうちですよ、ましてや計算外ならなおさらです。そうね、随分とたかが手作りシールで。私はあなたにお詫びしなければなりません。なるほど。どうしてですか。私はあなたに今回のお仕事を依頼しながらも、どこかであなたを信用していませんでした。まあね、あの私一人でプレイしてたら多分2番を選んでたわ。だからおそらく計算外という言葉を使ってしまったのでしょう。別にいいんですよ。それではダメなのです。それでは私と同じになってしまう。え、どういうこと。ニセトミーさん、ここからありがとうございます。人は自分の計算外な部分も信じることができるのです、そうでなければ。ピサの佐藤さん、ここからありがとうございます。あら、急に熱くなったわ。斉田さん、それをあなたは私に気づかせてくれた。あら、計算外かっこ視聴者の力。本当よ。あなたは視聴者の力よ。コンサルティングではなく、私の心のコンサルティングをしたのです。とうとうアリーナ、なんだか感受祭のこと好きになってきちゃったって。あなたは大切なものをコンサルティングしたんです。それは私の心です。そんな買いかぶりすぎです。その通りです。もしかして私の攻略がうまくいってないから強制的に斉田さんになるとか。お前の返信もおかしいだろ。うふふって。さて、私はそろそろ行きます。悪い IT 企業の社長みたい。確かにそれもいいのですが、少しだけ人と人の心を。え、これでお別れ。ホストクラブの経営に楽しさを見出すようになりました。これでお別れ。え、またどこかで。そうなの、なんか寂しい。続けるかもしれません。え、斉田さんとここでお別れなんだ。そうですね、あなたがまだお客様を感動させているのならば。金やばくない。私まず、え、収入源があって、私の月給25万じゃやっていけないわよ。ではホストクラブの売り上げの一部をあなたに預けることにします。あ、じゃあ金は大丈夫。金は大丈夫かしら。そうかもしれません。一人の女性に笑顔を作ることができるかもしれない可能性の金額ですから。あら、じゃあお金は大丈夫。だから、あ、1、2月まで金取っておくのよ。ありがとう。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。じゃあ1、2月にがっつり使えってこと。斉田さん、まあでも私相当ボトル入れてるから、まあ別にそんな毎度頼まなくてもいいよね。パトロンができたって。
これ相当ボトルは入れてるから、じゃあしばらくはそのボトルキープのお酒飲みましょうか。プリパラババアさん、ありがとうございます。広告お私もそろそろ帰ろうかな。今日も結局最後まで残ってたなって、どっぷりじゃんね。